こんにちは、愛車です。今回はですね、この愛車のポルシェですね、今カイエン乗ってですね、ドライブをして動画撮影していきたいなと思います。はい、このですねドライブの前に今洗車したんですけども、自分で洗車しました。今まではですね、まあ手洗い洗車とかお願いしてたんですけども、まあコスト的なところを考えると、まあ、自分で洗車してもいいのかなっていうところがありました。やっぱりですね、時間を買うときっていうのはもちろん洗車をお願いしたりとか、プロにお願いしたりとかします。で、今回実験したかったんですね。前回メルマガとかでね、お話ししたんですけども、自分で洗車するとより前回よりも洗車する前よりも汚くなってしまったっていうのがあったんですね。はい、ちょっと動画がカメラの位置がねずれてました。はい、そう、前回のあのメルマガで配信したんですけども、自分で洗車することによって前よりも汚くなってたっていうことが判明して、まあ、いわゆるすごい天気が良くて水垢がねついて、また洗車の液とかがねついてたんで、それがすぐ乾いちゃって、結局以前よりも汚くなってしまったと。だからプロの洗車にもう暑い時はお願いするようにしましたというふうにしたんですね。で、今日はですね、ちょっと時間的な余裕もあったんで、自分で再度ね、やりました。で、今回気づき大きかったのは何かっていうと、自分で洗車をするときに、いわゆる僕はですね、全部車を駅でバーって、もうフロントからね、サイドからバックから全部洗って、水かけて洗って、液をかけて洗って、そして水流してたんですけども、これが多分悪かったですよ。で、それまでに天気も良くて太陽がガンガン当たってたので、全部一周して水をかけてたら、液が結局固まってしまうわけですよね。それじゃあ、やっぱ、前回よりも、洗車した時よりも汚くなってしまうのは当然ですよね。なので、今回、ポイントポイントで洗車、液をかけて洗車して、で、水で流す。そしたら綺麗になるじゃないですか。で、そしてまたポイントポイントで水をかけて、そして液で洗車して、洗って、水で流す。という作業をしたら、まあ、綺麗になったわけですよ。これはですね、僕の発見ではありました。ちょっと工夫してみたいなと思ってですね、まあ、時間的な余裕もあったから、なんである時、もう汚くなったんだろう。やっぱ乾くから、ポイントポイントで流せばいいんだなって気づいたんですね。うん、いいと思います。まあ、改善しましたね。そして見事ですね、綺麗になりました。僕の中での大きな発見です。今まではですね、こういう車とか持って、生活とかしてなかったんで、移動が多かったですし、海外行く時も多かったですし、国内飛び回ったりとかっていうの多かったんで、今でもこのコロナ禍で、まあ場所的なところをね、一つね、拠点をしてやら、そこあんまり移動しなくてもいいですし、リモートワークでできますので、あれなんですね。で、今回ですね、そのライフハックっていうところをね、しっかりと、皆さんにも心がけてほしいなと思います。で、私のこの動画を見ている人たちは、そういう意識が高い生活の質を高めていこうという人たちが多くて見ているはずなんですね。なので、ライフハックのおすすめですね。自分の使うアイテムとか、安いものをただ使えばいいのかって言ったら、そういう、ね、安いもの思考っていうのはやめてほしいんですね。常に自分自身で必要なものっていうのを常に挑戦しながら、テストしながら、より良い、いいものを使ってほしいなと思います。例えばですね、高級でも長く使えればですね、安く、ね、なってるわけですよ、結局。そういうふうに人生の質を高めながら、工夫しながら生きてほしいなと思います。今日はですね、日曜日ということもあって、いっぱいですね、やっぱ街には人が出てるんで、僕はどちらかというと、ちょっと自然の多い場所に移って、ゆっくりのんびり読書しながら、カフェに入ったりとか、やって、また、どうしたらね、今週はどうだったのだろうか、来週はどうしようかなっていうような計画を立てながら、生きてます。ということで、今回の医者の気づき、何か一つでもあればいいなと思います。今日もこの動画を見ていただいてありがとうございました。ぜひ、この動画が良かったと思った方は、いいねとチャンネル登録もしていただければと思います。ありがとうございました。